大黒ドラッグ株式会社大黒は大阪府大阪市中央区に本社を置きドラッグストアの大黒ドラッグを運営する企業であるコーポレートスローガンは元気激安の大黒ドラッグ店舗形態こそドラッグストアであるが形式はディスカウントストアに近い1店舗あたりの面積は広くないが店舗スタッフの呼び込みや特売品の積み上げなどが 積極的に行われているのが特徴で、徹底したディスカウント戦略で業績を伸ばし、府内の企業では売上高で、老舗の国民を追い抜くまで成長した。医薬品、日用品以外でも均一価格で、食料品などを取り扱う店舗がある。一部店舗では、調剤薬局、100円ショップ、美容院などが併設されている。これまでポイントサービスはない代わりに、 会員価格で購入できるゴールド会員カードを発行していたが2016年6月21日より楽天ポイントカード加盟店となり DD 楽天ポイントカードが発行された200円ごとに1ポイント加算される関西地盤であるが北は北海道から南は沖縄県まで幅広く出店を行っている2010年11月現在の店舗数は134で そのうち66店舗が大阪府、93店舗が近畿地方にある。東京地区では新宿駅周辺に集中しているほか、その他もアメ横、浅草、銀座といったインバウンド需要を強く意識した立地に展開をしており、ほぼ全店において中国人及び英語対応可能な店員を配備している。しかし、 その戦略ゆえにコロナウイルスによる渡航客の途絶が直撃した形となり、新宿エリアでは2020年2月時点で13店舗存在していたが、21年1月には6店舗へと半減した。他にも北海道や沖縄などインバウンド需要を見込んで出店した地域でも地元客を主要顧客にしている一部の店舗を除き、閉店が相次いだ。 ありがとうございます。